楽しみですね。結構似てるんだよ髪型が。どうですかこれから。ねえ。いやでも一緒のような感じになるんじゃないですか。雰囲気的には。はい。ちょっと楽しみです。はい。似てるもんねこれ。似てない？これこの間買ったのにさ、ぴったりだねこれ。はい。これはいはいはい、わかりました。よろしくお願いします。なんか王様になった気分ですねこれね。はい、金っていうことはこうなんか一番っていうか、あの権力者っていうそういう意味があると思うんで、そういう意味ではあのずっとちっちゃい頃から日本のトップで歩いてきたんで、そういう意味ではなんか自分に合うかなというような感じですね。はい。映画をご覧になった感想はいかがですか。なんだろう、そのこう影武者っていうかそういう風な人ってやっぱ本当にいるんだなっていう風な印象とですね、やっぱりそのイラクのフセインのそういうね、影武者の映画なんですけども、すごい華やかな面とすごいそういう 裏のこういうそういうあの表と裏っていう感じでそういうのを感じてですね、なんかこう共感持てるところは共感持てましたね。はい。のドミニク主演の俳優が2役やってるんですけど、ああそれは見てて何か思うとことかありますか。いや本当にね、何だろう、自分もそういうとこあるんですよね。テレビの前の華やかなとことそうじゃない普通のとこと、そのとこをすごいうまくね、演じていてすごい面白かったですし、あとすごいファッションがおしゃれですし、すごいかっこいいですし、その中でこう何だろう、感動するとこもあったり、何か生き方っていうのをこう勉強するとこもあって、すごいあの面白かったですね。2012年、皆さんにですね、元気とパワーとこう笑顔をですね、届けれるということでですね、私今回金にですね、なってみました。ぜひ皆さん、パワー持って楽しく輝いて頑張っていきましょう。